アイテム番号 SCP-55JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-55JP は地球から離れた位置にある巨大な構造物であり、物理的収容方法はありません。そのため対象に関する一般への情報規制による封じ込めを行っています。対象の状態は24時間の監視対象となっており、地上からの4機の高解像度天体望遠鏡による観測が行われています。書籍、論文、インターネット、報道機関や民間研究施設などのあらゆる部分において SCP-55JP に対する言及は削除の対象です。また、SCP-55JP を発見したとされる人物には B クラス記憶処置を施してください。実験には応募による承認が必要となっています。説明、SCP-55JP は現在、地球中心点より約10万キロメートルから20万キロメートルの範囲で周回運動を行っています。直径約4キロメートル、長さ26キロメートルの円筒型で、外観はタバコモザイクウイルス状です。内部は居住空間となっており、推定では数万人分程度の居住スペースが存在していると見られています。棒の一つ一つに出入り可能な門が存在し、自動で開閉が行われます。財団による侵入の施行時にも自動的に開閉が行われており、デブリなどの異物と、訪問者の区別をいかにしているかは不明です。一つ一つの棒は独立した区画を形成しており、自己発生時のリスクヘッジの役割を持つものと考えられています。一つの棒は高さ 1.2 キロメートル、直径は約 2.5 キロメートルほどです。外見からは損傷などは見られず、非常に堅固な構造をしていると思われますが、その機能はほとんどが停止しているようです。内部は窒素 85%、 二酸化炭素 11%、 酸素 3%、 その他 1% となっており、これは人間が生活するには不適切な状態です。また気温はマイナス15度ほどです。内部は明らかに円柱の中心に対して重力が働いていることを想定した構造をしていますが、現在は無重力状態にあり、かつては重力を発生させる何らかの機構が存在していたと考えられます。円柱の中心方向を底面とした複数の階層からなる居住区画が存在しており、底面に近いほど一つの居住スペースが広く取られています。すべての建造物は内部に家具などの類は一切存在せず、すべて組成不明のコンクリート用のセメント塊で形成されており、白を基調としています。建造物はモダニズム建築の影響が見られ、装飾は少なく機能性と合理性に重点が置かれています。構造物のほか、植物などが植えられていたと思われるスペースなどがかなりの割合で存在していますが、実際に植物の痕跡は報告されていません。また、内部は完全に無菌状態で、生物は一切確認されていません。その構造組成を含め、あらゆる点で現代人類の科学力からは考えられない、未知のテクノロジーが使用されており、財団による研究が進められています。対象の位置的な問題により調査コストが膨大かつ危険性の高いものであり、技術的問題もあり、内部の調査はあまり進んでいません。また、本来機能していたと思われる姿勢制御装置と見られる構造物などはその機能を果たしておらず、将来的に地上に落下する可能性が存在します。推定される SCP-55JP の重量は2000万トン以上にも及ぶと見られ、落下時には相当の被害が予想されます。SCP-55JP に関すると思われる最も古い記述は1930年代に遡ります。当初は民間の研究者によって異質な軌道を取る彗星として発表が行われ、その後195年に、政府による調査によって人工物であることが判明。その後、財団によって SCP 認定が行われ、調査研究が引き継がれています。19時の調査では一部電気系統が活動している地点が発見され、現在この地点を中心に調査活動が進められています。以下は SCP-55JP 内部に侵入時、
音声によって送信された放送を録音したものです。ウェーン牧師の真珠の門株式王国へようこそ。世界で最も地上から離れた楽園、我らのエデンの園。ウェーン牧師の真珠の門は世界で最も多くのテクノロジーが集まるビジネスの拠点、そして最も多くの支持を得ている株式国家です。現在、実に15億人に及ぶ人々が我々の株主国民となっています。洗練され、行き届いたサービスと精神的安息をお約束いたします。投稿中都市にはすでに 36,784 人の国民が暮らしております。もしもご要望でしたら自由にご散策いただき、人々の生の声を聞くことも可能です。国民パスの所得は非常に迅速かつ堅固なセキュリティによって守られ、あなたの個人情報は完璧に守られます。事実、我々は過去に一度も情報漏洩を起こしていません。まずはアドヒレントから始めましょう。ドネート金額に応じてさらに高い位階を所得すればさらに優れたサービスをご提供いたします。ウェーン牧師の真珠の門では特に3つの原則をたっ飛びます。すなわち、テクノロジーの称賛、効率的なエコロジー、隣人愛、あえてこれらを支持しない人がいるでしょうか。あなたがヨハネ伝3章16節を知らなくとも、我々は冷たくすることはありません。心からの安らぎとクリーンで効率的なハイテクノロジーをぜひご教授ください。以下は調査時に特定の構造物に接近した場合に発せられる放送を録音したものです。最も多く見られるタイプの構造物は高さ 150cm、横幅 240cm、幅 100cm ほどで大型の 3D プリンターに似ています。マターコンパイラー、と呼ばれているようです。構造物は街の様々な場所に存在しており、中には非常に巨大なものも確認されています。ウェーン牧師の真珠の門、マターコンパイラーサービスです。デバイス上に表示された各種メニューから無料のサービスが行われます。こんにちは、ゲスト様。あなたは国民パスをお持ちでいらっしゃいませんので、サービスは最も限定的なものとなることをご了承ください。限定サービスではタバコ、アルコール、獣肉類、貝類など嗜好品に指定されている物品、マイクロチップ等を使用する複雑な製品などはコンパイルできません。物資の上限は1日あたり 2kg 以内に限られ、都市外部への物資の持ち出しは許可されておりません。詳しくはデバイスに表示される案内メニューをご覧ください。デバイスは電源が入っておらず、何も反応はありませんでした。